今日はね、シカゴからネブラスカの方にね、向かっていけたらなと思っておりますと、ちょっと初っ端ですね、14時間ぐらいですかね、かなりちょっと疲れたんで、間のね、7時間なら運転できるでしょうという感じで、オマハっていうところにですね、向かっていっております。ちょっとガチガチにね、プラン決めずにね、無理ない形でね、目的地をちょっと変更していくって感じで進めていっておりますと。今ね、ようやくね7時間ぐらい運転してですね、シカゴから、ネブラスカ州にですね到着いたしました。いやーほんとね、何もないですね。本当にね、ここに来るまでの道のりはね、ほぼね、本当野原だけでした。ちょっとね、小さな町みたいな感じなんですけれども、成田空港の近くって感じですね。なんか雰囲気わかると思います、行ったことある方は。そんな感じですね。で、広々としているという感じで。でね、ここにね、今またね、同じチェーン店のですね、さっきね、シカゴの方で泊まったモーテルと同じね、チェーンのですね、モーテル、また泊まってます。1泊ね、6000円ですね。なので、めっちゃ安いです。なのでね、結構で、状態も全然いいんですよ。こんな感じです。ちょっとね古臭いんですよ。ちょっとね古臭い感じのねデザインで、かなり安っちい感じではあるんですけれども、こんな感じで全然いいですよね。広々としていて、ここにちょっとテーブルもあって、ベッド一つあって、こんな感じでかなり広いですよね。こんな感じで角から行くとですね、こんな感じなんで、これで1泊6000円ってめっちゃ安いですね。ちょっとね疲れも溜まってるんで、今回はねここにね、ちょっと2日泊まろうかなと思っております。ちゃちゃね今ね外に出したんですよ。部屋にですね探索しております。まずね角から確認していくようですね。あそこ通ってすべてちょっと一回ね匂いを確認する感じなんですかね。角から、中央じゃなくて角からねオセロも角を取れていますけれども、角からこう回ってるようです。ってな感じでね、ちょっとまた、休憩してですね、また、明日ねちょっと観光できる場所があるんであればちょっと見てですね、本当に何もないと思うんですけど、基本的に、ちょっと見てですね、チェックしていきたいと思います。では。はい、今ね、ネブラスカにいてます。今ね、さっきね、まあいろいろね、街の方をちょっといろいろ歩きまして、まあダウンタウンっていうところ、まあちょっとね、街歩いてみたんですけど、すごいいいですね。まあこじんまりとしたね、まあなんて言うんだろうな、もうかなりまあ結構田舎なんですけれども、田舎にしかね、ないもう昔の古臭いクラシックなものとか、今都会ばっかり行ってたんですけれども、その都会にはないなんかカルチャーみたいな、まあみんながね、街にいる人がちょっとそれぞれ知り合いであったりとか、まあなんかまだアイスクリーム屋さんでまだなんかね、氷から作ってるみたいな、手動でやってたりとかね。まあそのお客さんの数がやっぱりもう、少ないからできることであったりとか、まあそういったところがね、すごい楽しめましたね。はい。っていうところで、まあね、今ネブラスカ、まあこういったアメリカの場所もね、すごい楽しむことができたんでですね。またね、次ね、バッドランドっていうところね、向かっていけたらと思います。またね、7時間ぐらいの運転なので、また途中で休憩しながらですね、行けたらなと思ってます。で、バッドランドのね、ところでですね、キャンプサイトがあるんで、いよいよですね、テント立ててですね、そこでキャンプしてできたらなと思いますので、新しくモーテルじゃないんで、まあいろいろ自分たちで寝床を準備したりしなきゃいけないんで、それもね、ちょっと大変だと思うんですけどね、まあそれ楽しいんですごい、はい、やってきたらなと思います。では。バッドランドっていうね、公園に来ています。昨日ね、キャンプね、したんですけれども、もう日本のキャンプとちょっと違ってね、結構まあ、かなり広大ですね。